撮影がすべて終わった時、不祥事などで作品がお蔵入りにならないようにみんなで誓ったのですが、まさかの、磯野さんの生活をネタに万世を <laughs> プロ魂を感じました。今回こんなにもマスコミの皆さんが <laughs>。 集まってくれたのもひとえに貴理子さんが今日のために <laughs> 今日のために囲み会見を引っ張ってくれたからでしょう違う違うそうなんですか貴理子さん <laughs> 違います、えー、せっかく来てくれた皆さんに磯野さんどうぞ <laughs> どうぞ何が ありがとうございます、本当たくさんマスコミの方ですか、これ全部いやあ、磯野桐子ともついこの間、離婚しましてね、でもおかげさまでこんな元気になって、一緒に燕と一緒にドラマの宣伝させてもらって、燕ありがとね、胸に飛び込んでこい、ハグしてくれ、いいのいやマジで 私、青木選手が、あのー、好きで、あのー、宮崎出身で同郷なんですけどっやっぱり幼い時から結構ニュースで青木選手の活躍とかを、あのー、テレビで拝見してたので、あのー、大好きですで先日、見に行ったんですけど、えー、神宮球場にヤクルト戦をでそこでホームランを打たれてたりて、えー、その時もはい、です <laughs> 私も。私も初めて神宮行った時に、はに、い。 青木選手が打った私たちだけど青木選手が。伊集院さん、今度焼き鳥行くので一緒に来ますかって。誰に言ってるの？一緒に。あはは。さんはお呼びでないみたいな感じになってますけど。ひどい。ねいやでもねこれもしねタイミングが合えば私も行く。絶対行く行きます。行きたいですね。一緒に行きましょう。ねえのちゃん連れってくれる？ キリ子さんが連れてってください一緒に。え,え,えバ手ロみたいなことやった当分、1人だって。あほらいいのいいの、こういうとこが好きなので青木選手でお願いします。そうです。ちょっと低めに構えて。はい <laughs> <laughs> さすがですね、キリ子さんね。<laughs> 本当ファンの <laughs> 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 今ダメなとこって <laughs>。言わなくていい。なんかつば九郎からの突っ込みがまた <laughs>。